ウィリアム・メリット・チェイスはアメリカ合衆国の肖像画家、風景画家である。ヨーロッパ、特にミュンヘンとベネツィアで学び、アメリカ合衆国における印象派を代表する画家になった。1896年に美術学校を創立し、この学校は後にパーソンズ美術大学に発展した。インディアナ州、ジョンソン郡のニネベで生まれた。 父親は婦人靴製造と販売をしていた。12歳の時、一家はインディアナポリスに移った。長男で父親の仕事を手伝い始めたが、画家になる望みを持っていた。1867年にインディアナポリスに住む画家の下で絵を学び始めた。短期間、海軍で働いた後、1869年にニューヨークの美術学校、 ナショナルアカデミー・オブ・デザインに入学した。指導を受けた教師には、イートンや、フランスで、ジャン・レオン・ジェロームに学んだウィル・マースらがいた。1871年に卒業し、家族が住むセントルイスに帰り、両親の仕事を手伝いながら、絵を描き展覧会に出展しているうちに、地元の美術愛好家で、収集家に注目され、収集家は、チェイスの作品と交換に、 ヨーロッパへの2年間の留学費用を支払い、ヨーロッパでの美術品の収集も手伝うことになった。ドイツに渡り、ミュンヘン美術院に入学した。ミュンヘンでは、美術館のフランス・ハルスや、アンソニー・バンダイクといった、オランダの巨匠たちの絵を学び、美術院では、アレクサンダー・フォンバーグナーや、カール・フォン・ピロティに学び、アメリカから留学しているフランク・ドゥ・フェネクや、ジョン・ヘンリート・トワックトマンらと親しくなり、 1877年には彼らと9ヶ月間ベネツィアに滞在した。ミュンヘンで教授やか家たちにチェースの評価は高まり、1875年にミュンヘンで描いた宮廷道化師を描いたキーイングアップという作品は翌年のフィラデルフィア万国博覧会の展覧会に出展されて賞を受賞した。1878年に帰国し、 ニューヨークにスタジオを作った。1878年から新たに設立された美術学校アートスチューデンツリーグの教師も務めた。アートスチューデンツリーグで1878年から1896年まで教えた後、1896年から1909年までフィラデルフィアのペンシルベニア美術アカデミーで教え、1907年から再び アートスチューデンツリーグで教えるとともに、自らの美術学校を設立した。この学校は後に、パーソンズ美術大学になる。ありがとうございます。